東京13区。ああ、奪われたのは財布の中の現金と貴金属、それから被害者の内臓。ランタンめ、必ず捕まえてやるよ。CCG の威厳にかけてな。この世界で人は一つの恐れと背中合わせにある。人の姿でありながらグールの死肉を貪る異形の存在。人はそれをグールと呼ぶ。精神高等学校。たく、うちの学校もっとクーラー効かせろよ。フラ、今何件だと思ってる？笹田明は今日も欠席か？知らねえよ、サボりだろ。幼なじみだからってセットにすんなっつの。俺はそんなことを思いながら自分の席に向かった。ふと窓際に座る髪の長い女の子が目に入ってきた。ララ、まさかララなのか？ほら、真面目に授業聞かんならつまみ出すからな。わかったら教科書ぐらい見せてもらえ。うっせえな。お前アニマっつったっけ？教科書見して。どうぞ。いや、くれっつんじゃなくて。大丈夫、公式は全部頭に入ってるからあげるよ。ふん、いらねえ。なんで？フラ君、勉強ができそうに見えないから教科書はあった方がいいんじゃないかな。だと？てめえ。フラ、出ろ、まともな生徒の邪魔だ。ち、どうせ俺はまともじゃねえよ。そこのバイク止まりなさい、ルーパーン。止まるか、バーカ。ふう、じゃあ今ちゃんとつーかまってろって。アキ、あのバカ、またルパンのバカに付き合ってんのかよ。危ねえ走り方しやがって。ち、一言言ってやるか。あー、楽しかった。ふう、じゃあお前最近大使のやつは何やってんだ。知らない、なんかちゃんと学校行ってるみたい。ふう、野球やめてからほとんど行ってなかったいな。好きな女でもできたんじゃないの？そういえばジュース買いに行った次元と五右衛門、おっせえな。どこの自販機まで行ってんだ。え？あ？なんでお前、なんで次元と五右衛門の首持ってんだ。リョウとアキのやつ、どうせまたこのたまり場にいるんだろうな。いた。おい、お前ら逃げて。逃げんぞ、ほら、とんざこくぞ、邪魔、とっつぁん。はあ、なんだよ、またとっつぁんにでも追われて。違ってば、もっとやべえの危険だって。なんだ、お前、妙なもんかぶりやがって、変質やろう。まさか、シャア、いや、マクギリスか。俺の連れに手出すんじゃねえ。カボチャ野郎、土下座させてやるよ。やめとけって大使。いいから逃げよ。おい、なんだよそれ。カボチャ野郎から生えてきた尻尾、明らかに人ではない。まさかファンネル、フィンファンネルか。ニュータイプなのか。得体の知れない化け物。アキ、その後はもう一瞬の出来事だった。カボチャ野郎の化け物みたいな尻尾が俺を突き刺そうと伸びてきた。その時、ルパン、お前。ルパンは俺をかばって腹を貫かれた。俺たち野球続けとけばよかったかな、なんつってな。ごめんな、この野郎。フラ君、死ぬよ。
アニマ下がって。どうも、こんばんは、NM です。今回は東京ぐるりインボークジャックイベント1断罪のかぼちゃの S をやっていきたいと思います。先日当てたですね、天候アリマをリーダーにして、フレンドは一応アキラを連れてきてますね。ちょアリマだと一瞬で終わっちゃったらいけないので、で今回はちゃんと詳細を読んで相手が出血をさせてくるっていうことを分かった上で、全員にね、あの出血を 50% の確率で防ぐ、前回のなんだっけ、ヤモリ、あ、じゃやべやべ、オートになってる。あ、なんかのイベー手に入ったんだよな、もう忘れちゃったんですけどね。なんかね、それで敵をブレイクさせるとなんかだんだん弱くなっていくみたいな、そういう感じじゃなかった、説明。あ、これカットシーンがスキップになってるのか。一応カットシーンちょっと出すか。そういう感じになってるんじゃなかったっけな。だからとりあえず相手をランタンかな、ラスボスのランタンをブレイクさせればいいと、そういう感じじゃないでしょうか。私がやろう。あ、アキラのスキルなんだっけ、忘れちゃったな。てかこのアキラ使うのも久しぶりだからちょっと忘れちゃったんで、ちょっとスキルの詳細を見たいですね。あ、重蔵の出血、そういやあることを忘れてたな。どれだっけ、あ、ここか。アキラのスキルは前衛を混乱状態、しかも超高確率だから、まあ大体なるんでしょうね。いやー、これどうしよっかな。あー、ブレイクしちゃうのか、ズドン。あー、なるほど。これ吹っ飛ばしてもいいよね、別に。雪村の間合いだ。あ、まずこれギターケースからよ、このシュワンっつってこう、なんていうの、構えるとこからやってほしいんだけど、個人的にはめっちゃ好きだから。ビュインってこう出してさ、わかる？こう2本をこうブンってこうね絶対伝わってないよな。かっこいい、このくるくるくる、ここよ。ズバッて切った後にさ、くるくるくるんって回すとこがめっちゃすご、なかなかたまんないな、アリマのスキル。あ、マドさんのスキル貯めてもよかったかな、バフ。マドさんのバフを貯めてもよかったような気もするから、マドさんのバフをちょっと貯めよう。 OK、 いいぞ、突破。これ何ターンで終わりなんだろうか、3かな、いつも通りいけば3ぐらい。 OKOKOK。 このさ、 A はまあ今オートでずっと回してたんだけど、1回も手動でやってないからね、 A に関してはずっとオートで回してたんだけど、あれかな、下についてるやつをブレイクすれば1枚1枚剥がれていくみたいな、そんな感じなんですかね、説明読んだ時。ちょっと6ターンのあれをかけよう。6ターン以内に仕留めよう。ってことは1ターンに1回あいつを剥がしていかないとやばいかなって感じですね。朝か、え、全然混乱しねえ。あ、なんか混乱落ち着いてんのかな。あー、なかなかブレイクしねえな、これ厳しくね普通に厳しくないっすか。え、厳しい。あ、でもまあ、でもまあって感じだな。雄三どうかな、いけ、雪村の間合いだ。これでね、確か有馬のスキルは300-300なんだけど、スキブで600になって、あのアタックとブレイクは、確かね、相手の攻撃を何万カットするんだっけ、10万だっけ、10万か1万ぐらいカットしてくれるんだよ、ちゃうかったっけ。あ、なんか全然カットされてないけど、あ、自分に対するかな、自分に対するなんだろうか、まあ、とりあえず出血してもらいましょう。出血すんのかな、相手がこっちに出血させてくるから自分は出血しないみたいな、そういう体制みたいに持ってんのかな。いや、出血するのか、これしてんのか、お、してんのか、こっちじゃねえな、相手してるな、これしてますね、多分。あ、してる、やっぱこっちの方が見やすいよな。とりあえず有馬のスキル貯めて、これ一応ね、 EX カネキのあのめっちゃ溜まりやすくなるやつつけてんだけど、そんなでもないな、やっぱ有馬ちょっと溜まりにくいのかな、基本的に。ああ、こうやんなくて、ああ、こうシフトしなくてよかったな、ちょ混乱してくれ頼む。いや、混乱と出血する両方いっぺんに起きるんだろうか、まさかこれ相手混乱しないパティーンかな、混乱出血って相手マジ、わ、強い、強すぎる、ちょっと待って、舐めてた、これ普通にアモン、はマジで
で普通にアモン連れてきた方が良かったな。これ火力不足すぎる。あ、アリマでも良かったけど火力不足すぎますね。さっさと剥がそう。いいぞ。オッケー。スキブ使って雪村の間合いだ。かっこいい。これズバッて切る瞬間かっこいいね。スキブ使っても7万か。ちょっと待ってね、あと確認するから。スキルダメージ、あー好き、あ、なるほどなるほどなるほど。いやーこれきついな。4枚剥がすまでこれ生き残れるかな。はいはい、これちょっと失敗だな。耐久するなら10日でもよかったな。下にあの誕生日10日入れてきてもよかったようにも思いますけどね。でこれで1回ブレイクさせるでしょ。あれまでブレイクさせる。誕生日10日で耐久しながらっていうのが良かったのかな、アキラより。でもアキラ、ブレイカーを入れたかったからね。マドさんのとこ、いや待ってマジか、マドさんのところを別のにしても良かったのかな。あ、これまず死んだんじゃねこれ。あ、危な、危なすぎ、ワロタ、危なすぎワロタですなんだけど、ちょっとやばいな。もう6ターン過ぎたっけ、わかんない。上からかけとくか。これやばくね。普通にやばくないか。ブレイクはやってやって、窓窓いけるな、いけるが、ありまでブレイクはさせないでおくか。え、どうなんだろう。こいつ混乱入るんだったらさ、このままアキラでブレイクさせて、なんかもうアキラの混乱にかけるんだけどさ、まあそういうわけにはいかないよね。混乱するかどうかわかんないんだもの、まあ、とりあえずここで打つか一回。スキルって次たまるかな、一回のブレイク。いや、たまんねえな。あー、これはたまりませんね。これさては負けか。あー、久々に負けを喫するか。やばいぞこれ。ブレイクで剥がれる。これでどんだけ入るんだ。12万とか多分そんなんだろう。あ、14万か。いや、きつ。これ出血あるっしょ、しかもこっち。あれ、こっち出血なかった。ここでスキル打たれたら終わりなんだよな。とりあえず打って、あ、やっぱ混乱しねえなってなると、まあ、最初のブレイク2枚剥がしてからは全然ブレイク関係は余裕なんだが、よ、マドさんのバフが次のターンまでだっけ、全然覚えてナスティングなんだけど、あいつのスキルが来たらダリーな。毎回あいつには17万、1万なんぼだっけ。あ、これやばい、死んだんじゃないこれ。オーマイガー。これはね、下を有馬に変えてきた方、有馬に変えてきた方がいいんじゃなかろうか。またリベンジするわ、後日。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。あの後、有馬はカボチャ野郎の攻撃を軽々とかわしていた。カボチャ野郎は諦めたのか、立ち去っていった。すぐに警察と救急車がやってきて、アキは運ばれていったけど、ルパンはもう。アニマはあれだけの惨状を目の当たりにしながら、じゃあねフラ君、また明日学校で。まるで部活を終えたみたいに淡々と帰っていった。その日、俺はまるでという男に遅くまで事情聴取された。家に帰ってからも頭の中は考え事でいっぱいだった。アニマがなぜあそこに現れたのか、なんであの化け物相手に互角に戦えたのか。それと並行してアキとルパンの顔が浮かぶ。ルパン、こんなんじゃ納得できねえよ俺。よ、お前、あの化け物について何知ってる？
やつの名はランタン、グールだよ。グール、人間と同じ姿で群衆に紛れ人を喰らう異形の存在、人間にとっての天敵、種を喰らう者、それがグールだ。アニマ、あのカボチャ頭を追ってるなら俺が手貸す。いや、いいよ、足引っ張られそうだし。てめえ、俺は何もできなかった自分自身にムカついてしょうがねえんだ。仇は取る、誰に何と言われようとな。分かったよ、